今そこにある企業課題、それはサイバーリスクへの対応。うちは大丈夫、システム部がしっかりやってくれてます。その思い込みは危険です。サイバーリスク、本当に把握できていますか？サイバー攻撃、今そこにあるリスク、経営トップがすべきこと。